タブレット端末の容量がいっぱいとか言われて ちょっとカメラが途中で止まってしまったので、ちょっと、はい。いらない画像削除して、もう一回撮り直しました。ケークツァレ、グダグダ料理教室第9弾のケークツァレを、作ってるところで、今、生地ができて、今から型に流し入れるところです。はい。こんな感じで生地ができましたので、これをじゃあ、まず生地を流し入れましょう。はい。よし、いいかな、こんな感じで。よし、だいたいこれで入りましたね。はい。ここで。平らに、鳴らして、灰色のブロッコリー、熱ができた。ブロッコリーなどをちょっと押し入れます。こんな感じですかね。こんな感じでいいんでしょうか。はい、押し入れる感じで。ミニトマトを均等に、均等にちょっと、いいかな。この辺がいいか。均等に、はい。ね、これ、カレー粉少量を用意するんだけど、少量をちょっと振って、それで。180度に予熱しておいたオーブンで、はい、ですね、ちょっと待ってね、はい、180度に予熱したオーブンに入れて、よいしょ、スタートボタン、だいたい40分焼きます。スタート。それで、焼けるのを待つ感じなんですけれども、はい。ですね。それで、はい、焼けるのを待つ感じです。ちょっと、ちょっとキリキリになってしまって、わかりづらかった。かなと思いますが、申し訳ありません。なので、ちょっとここで、手順のおさらいを、ちょっといきたいと思います。まず、ボウルに全卵
を割り入れて黄身と白身が完全に混ざるまでほぐします。それから、サラダ油を加えて軽く混ぜ、全体に混ざったら薄力粉とベーキングパウダーを合わせたものを振り入れてゴムベラで混ぜます。熱気がなくなったぐらいで粉チーズとカレー粉、塩を加えてさっくりと混ぜ、牛乳を少しずつ加えて全体に混ぜ合わせます。それから、パウンド油を塗ったパウンドケーキ型に流し入れて平らにならし、生地の表面を平らにならしてトントンってしたら一体平らになりますので、ブロッコリーとプチトマトを押し入れます。それから、少量のカレー粉を大体小さじ1杯ぐらいでいいと思いますが、振り入れて180度に予熱したオーブンで約40分焼きます。でオーブンはメーカーによって多分その時間帯とか焼き加減ですかねが異なると思いますので、家庭でお使いのオーブンに合わせてやっていただければいいかなと思います。はい、それでは一旦ここで撮影を終えて、また焼き上がったら仕上がりを撮っていきたいと思います。